そういえば永劫の神殿のクエストのログってあのままなのかな。ちょっと見てみよう。お、変わってる。精神の木の根を40個餌として取ってこい。また餌集め系か。この実も確か8モンスターからドロップしたはず。狩り場に行って集めるか。あと20個か。この反応速度、前も思ったけど、やっぱりアリスはただものじゃない。剣さばきも常人のそれを超えている。先ほどから何を見ているのです。私に何か言いたいことでも。あ、ごめん、覗いてたつもりはないんだけど。索敵スキルの熟練度も高い。一体彼女は何なんだ。そっちも試練の途中ですか。なあ、俺はあと20個だ。アリスは？奇遇ですね。私も残り20です。いい機会だ。彼女の実力をちょっと見せてもらうか。なあアリス、勝負しないか。勝負？ああ、どっちが早くモンスターを倒して身を集めきれるか勝負しようぜ。なぜそのようなことを行う意味があるのです。いや、アリスってすごく剣の腕が良さそうだから、一度勝負してみたくなっただけだよ。そうだな、賭け方式にして勝った方が村の店で何でもおごるのはどうだ。私は食べ物になど釣られませんよ。いいだろ、頼むよ。それともアリスは俺に負けるのが怖いとか。いいでしょう、相手になります。それにこういった勝負事は禁忌目録によって禁じられていませんし。禁忌目録？それって。では早く支度をなさい。勝負を仕掛けておいて待たせるつもりですか。ああ、オッケー、始めよう。はっ、へがっ。アリス、あと何個だ。俺は残り3つだ。私は4つ。しかしお前には負けません。ほら、無駄口を叩いてばかりだから背中が留守になっていましたよ。なかなかの腕前の持ち主だと思ったのに背後を取られるなど、やはりその程度だということですか。いやいや、助かったよ。アリスこそ背中には気をつけろよ。少しはやるようですね。さすがだよアリス、こんなにも白熱した勝負は久しぶりだった。久しぶり？ではお前と同じような強さの剣士と競ったことがあるのですか。なあ、何回もあるよ。でもここまでの戦いは本当に久しぶりだった。負けたのは悔しいけど認めるしかないな。アリスは本当に強いよ。当然です、私は騎士なのですから。じゃあ約束通り何でもおごるよ。村に戻って。いえ結構です、私は食事が目当てでお前と勝負をしたわけではないのですから。でも俺から勝負したいって言ったわけだし、約束しといておごらないなんてダメさ。別にそのようなことはありません。いや、そっちはよくても俺の気が済まないしな。そこまで言うのならお前の言う通りにしましょうか。よし、じゃあまた村で落ち合おうぜ。はい、ではまた後ほど。ただいま。ほら持ってきたぞ飯。なんかちょっと大きくなったような気がするな。少しずつ成長してるってことか。そういえば名前まだつけてなかったな。アリスは確か冬追いだっけ。あんまり思いつかないな。そうだな、ここはオーソドックスに。それはあまりにも安易な名付けではありませんか。そうか、白ってなかなかいいと思うけど。ほら体が白かったし。今からでも遅くありません、
別の名前にしなさい。お前の竜があまりにもかわいそうです。いや、別の名前って言われてもそんなに思いつかなくってさ。アキナギ。アキナギ？ええ、アキナギではどうですか。いらっしゃいませ、ご注文をお伺いいたします。ああ、注文する前にお前に聞きたいことがあります。ん？なんだ？この品書きに記されたクリームソースとは一体何です？こちらのお店で提供される料理であることはわかるのですが。え？クリームソース知らないのか？ええ、このような言葉は聞いたことがありません。ここに来てからというもの、耳に入るのは妙な言葉ばかり。困惑させられてしまいます。妙な言葉？クリームソースってそんなに珍しいかな。牛乳とか小麦粉とかクリームが入ったソースだよ。もっと詳しくお願いします。詳しく？難しいな。ともかく牛乳とか小麦粉をこうなんとかしてとろみをつかせたものみたいな感じか。なんとなくですが想像はつきました。お待たせしてすみません。私は魚のクリームソースあえとあんずパイを。俺はハンバーグと熱々チーズケーキで。はい、かしこまりました。では熱々チーズケーキのご注文に関しましてご確認したいことがございます。お二人は恋人同士でいらっしゃいますか？一体何なんだこのシステムは。でも多分はいと答えないと。アリス、あのさ。いいえ。おい最後まで話しよ。申し訳ございません。当店の熱々チーズケーキは熱々の恋人同士にのみお出ししております。ああ、そんな。ダメです。ただで最高な指輪をしているのにこれ以上誤解されたくありません。ん？なあ、この揃いの指輪のことか。揃いではなく対だと何度言ったらわかるのです。これは見た目が似ているというだけで対です。同じ試練を行うことになってしまったからというだけでお前と私は何の関係もないのですからね。全く恋人同士などと。ともかく紛らわしいので人前ではこの指輪を隠すように。紛らわしいって言っても別に何もないんだしいいじゃないかな。そういう問題ではありません。わかったよ。それにしても嘘をついてまでも熱々チーズケーキとやらが食べたかったのですか？だってほら店内で食べている人が他にいてさ。ああれですか。美味しそうだろ。ふわふわトロトロのチーズケーキを釜出して食べられるんだぞ。はあ、焼きたてホクホクの生地をああやってスプーンですくって食べるのを見てるだけで。確かに美味しそうですが私は興味ありませんよ。たかが甘そうな食べ物ではないですか。それにしてはすごく見てないか。見ていません。バカなことは言わないでください。ごめんごめん。まったく、お前を含めここの者たちは変わった人ばかりで困ります。ん？何かあったのか。私を見てなりきりプレイという言葉をつぶやいたりやたらと声をかけてきたり、一体何なのでしょう。まあ普通に目立つよな。なあアリス、君って VR は本当にここが初めてなのか？ VR？ それは何ですか？え？ VR を知らない？言い方が悪かったか？バーチャルリアリティって言った方がいいか？バーチャルリアリティ？お前はまたもやわけのわからないことを。私はこの世界に来てから日が浅いと言っているでしょう。この世界に満ちた難解な言葉を次から次へと並べられても困ってしまいます。どうやら VR のことを何か違う言い方とかで覚えてるわけでもないみたいだな。でもこの世界に満ちた難解な言葉って一体。そんなに難しいことは言っていないはずなのに。どうしたのです？何か考え事でも？いや何でもないよ。まあとりあえず VR は初めてなんだな。
なのに剣さばきがすごくて反応速度も高くて驚いたよ。私は騎士なのですから強くあるのが当然です。なのに私はここに来てしまった。アリス？何でもありません、少々個人的なことで。そうか、なんか悪かったな。変に詮索するような気はなかったんだけど。いえ、お前に悪気がなかったことは分かっています。だから気にしないでください。ごちそうさまでした。私は不用意の様子が気になるのでそろそろ戻ります。戻るって神殿の中にずっといるのか？ずっとというわけではありませんが、大体は。へえ、そうなんだ。アリスは立派なお母さんだな。お母さん？何を言うのです。いや子育て熱心だなと思って。だってほら、竜を育ててるとさ、自分の子供みたいに思えてこないか？確かに言われてみれば、あの子と一緒にいればいるほど愛着が湧きます。だから俺もアリスを見習っていい父親になれるように頑張らないとな。それならばまずまともな名前をつけてあげることから始めてください。では失礼します。なあ、またな。そんなにダメかな、あの名前。まあ腹ごしらえは済んだことだし、俺はクエストについてもう少しこの村で調べようかな。どうにも気になるんだ、全てが対になったクエスト、対でなければならない意味。村人に話を聞いて回ってみたけど、結局対に関しての情報は得られなかったな。でもあの神殿はかつて竜のものだったという話があって、少しだけクエストの内容が見えたような気がする。しばらくはクエストを進めながら謎を解く鍵となるものを見つけていくしかなさそうだな。